宙世紀0079、9月18日開戦より9ヶ月余り、戦局は膠着し、泥沼の戦いが続いていたが、戦略上の価値もない辺境のコロニーで戦いは大きく動き出したのである。シャー少佐率いるジオン軍特務部隊はサイドセブンで連邦軍の最高機密 V 作戦を発見、攻撃を試みるも、その規格外の性能によって多大な被害を被ってしまう。だがシャア少佐は大気圏内に逃げ込もうとする V 作戦の試作兵器に陽動作戦を敢行。地球方面軍司令ガルマザル大佐が支配する北米大陸に誘い込むことに成功したのである。無線が回復したら大陸のガルマ大佐を呼び出せ。ようやく分かりましたよ、シャア少佐。我が軍の制圧下の大陸に奥場を引き寄せる二段構えの作戦。戦いは非常さ、それぐらいのことは考えてる。ガルマ大佐です。よう、なんだい赤い彗星。その呼び名は返上しなくちゃならんようだよ、ガルマザビ大佐。珍しく弱気じゃないか。敵の V 作戦って聞いたことあるが、その正体を突き止めたんだ。そのおかげで私はザクを8機も撃破させられてしまった。でもそんなにすごいのか。そちらにおびき込みはした。君の手柄にするんだ。よし、そのご好意はいただこう。ガウ攻撃空母で迎え撃つ。シャア少佐、ガルマ大佐からの通信です。おう、シャア、お前らしくもないな。連邦軍の船一隻に手こずって。言うなよ、ガルマ。いや、地球方面軍指揮官ガルマザビ大佐とお呼びすべきかな。士官学校時代と同じガルマでいい。だが赤い彗星と言われるほどの君が仕留められなかった船とはね。大気圏を突破してきた戦艦であるということをお忘れなく。ジオン十字勲章者であることは保証するよ。ありがとう。これで私を一人前にさせてくれて、姉に対しても私の男を挙げさせようという心遣いかい。笑うなよ、兵が見ている。戦況はかなり悪いですね。ガルマ大佐の部隊かなり苦戦しています。ガルマが苦戦して当然さ。我々が失敗した理由を彼が証明してくれている。ドズル将軍も決して私の力不足ではなかったことを認識することになる。彼がガンダムと戦って死ぬもよし、危ういところを私が出て救うもよし、この状況を最大限に利用させてもらう。シャア少佐、ガルマ大佐からの通信です。ガルマ、手こずっているようだね。なぜあの機密の凄さを教えてくれなかったのか。言ったさ、ジオン十字勲章者だと。次のチャンスを狙っているんだろ。あ、抜かりはない。俺も協力するさ。君の手助けができるのは嬉しいんだ。助かる。私は良いとも思った。水臭いな、今さら。私が親の七光だけでないことを見せてやろう。左舷弾幕薄いぞ。攻撃中、何やってんの。ガルマ大佐が敵の攻撃で戦死したと連絡がありました。そうか、ガルマには運がなかったようだ。我々の責任にならなければ良いのですが。
何らかの処罰は覚悟しなくてはならんだろうな。ガルマ・ザビ・シス、その訃報を聞き、ジオン公国の皇王ベギン・ザビは死者の前でその杖を落とした。ザビ家一党の悲しみは深く、ガルマ戦士の責任を負い、シャアは戦場を退く。だがシャアは再び戦場に舞い戻る。そしてザビ家への復讐ではない、新たな生きる目的を見出すのである。ニュータイプによる人の革新。シャアは人類が誰も見たことのない新たな地平に向かって歩き出す。自らの信念を胸に。